どうも皆さんこんにちは、 M2 プラントのあさみです。本日は私が今シーズン仕立てたスーツを紹介したいと思います。コーデュロイのスーツですね。結構まあパンツ、まあ、コーデュロイっていうと縦にこううねが筋というかこうバーッと入った、まあ、コットンの素材の生地のことなんですけど、まあまあ聞いたことあるかと思うんですけど、結構パンツとかだけで履いたりとか、まあジャケットだけで着たりとかっていう、まあスーツとして合わすってことはあんまりなかったと思うんですけど、今シーズンは割とこのコーデュロイの素材でスーツっていうのが結構いろんなとこで見かけるので、流行も意識して作ったんですけど、今年はまあ僕が着てるやつはね、結構細かい筋なんですけど、もっと一つ一つのこのうね、筋が太いものがザ・トレンド的なコーデュロイなんですけど、そこまではまあ個人的にはちょっと個性が強すぎるなと思って、もうちょっと細幅のもので作ったんですけど、まあ見ての通りかなりカジュアルな雰囲気になるので、色味もね、やっぱこういうベージュ系、茶系とか、見た目もパーッとカジュアルな感じになるんで、中に合わせるシャツなんかも、僕が着てるインディゴのシャツとか、まあデニム系のシャツとか、あとはまあフランネル、寝るシャツとかですね、とかと合わせていただくと、めちゃくちゃこういい感じになるかなと思いますね。もちろんスーツとして着なくてもジャケット単品で下は別のパンツ合わせていただいたり、まあコーデュロイなのでその逆ももちろんできます。パンツをコーデュロイで上をまあ別のジャケットを着てもらったりもできるので、もうこれ一着持ってればまあ3通りぐらいの合わせ方は確実にできるので、流行りも抑えられますし、コーディネートの幅も広がりますし、まあ一石三鳥ぐらいのスーツかなと思っております。こだわった部分っていうと、まあサイズ的にはそんなにいつもとはめちゃくちゃ変えてはいないんですけど、ダブルなのでちょっと着丈は少しだけシングルに比べると長めに作ってます。ダブルは、まあ、基本的にはこう前止めて着るのが良かったりはするんですけど、まあ、こういう素材なのでちょっとこうあえて崩して着たい時とかなんかはもうパチッとこうボタン外して軽く着るみたいな感じにもしたかったので、胴回りお腹周りは結構タイトにしてます。まあタイトにすることによってこんな風にして開けた時もそんなにこうワッと広がらないので、ダブルだけどこうスッキリ、開けてもスッキリみたいな感じで、ちょっとこうねシングルとは違った雰囲気が楽しめるっていうので、そういう着方もしたいなと思って今回はダブルブレストで仕立てました。まあまあこの僕が仕立てた生地は今回一点物の生地で作ったので、色味はこれだけしかないかもしれないんですけど、他にもコーデュロイの生地はお店の方に行っていただくとあったりしますので、この動画を見てこういいなと思っていただいた方はちょっとこう生地探しにねお店の方に足を運んでいただければ嬉しいかなと思います。まあこういう生地探しっていうのもオーダーの楽しみの一つでもありますので、ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。はい、ということで今回は私が今シーズン仕立てたスーツをご紹介させていただきました。この動画を面白いと思っていただいた方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。